ちょっとね、急遽もう一件打ち合わせがありまして、新宿から松原方面向かっております。今甲州街道、八大方面に走ってます。ただいま八大です。台に到着です。ちょっとね、さっきご飯に行こうとしたところがいっぱい並んでたので、ちょっと初台にね、たまに行く、やはりね、これうまいうどん屋さんがありますので、ちょっと行ってみようと思います。こちらね、初台の地下鉄から上がってすぐのところにありますうどんそば加賀さんってね、こちらね、天ぷらがすごいっていうね、天ぷらがド迫力っていう感じなんで、ちょっと食べてね、次の打ち合わせ行きたいと思います。で、そこでラッシュをするっていう、ジャワブシジャワブシ、これを一回失敗したことからね、もう毎回料理をするとき、次のジャワブシで料理をしてたら、乗り越してくれたら、それを見ました。ごちそうさまです。そばうどん加賀さん、ちょうどね、オペラシティ新国立劇場のもうすぐそばにあるね、お店で、今ね、あったかい天玉そば520円かな、いただいたんですけど、うまかったです。で、ここはね、天ぷら揚げをね、揚げじゃねえ、天ぷらをね、注文してから揚げてくれるね、こんな分厚い、あれなんですけど、すごいです。で、とりあえず、これから松原の方で打ち合わせもう一件ありますんで、向かおうと思います。行きますよ。
で明大前とかそっちのエリアに入っていきます。まあ代田橋とかね、京王線の代田橋行きとかはこっちの、そんなにはアップダウン少ないんですけど、まあ下がね、とにかく映像見てお分かりの通り、まあまあずっとガタガタしてるっていうか、目の粗いコンクリートアスファルトなんで、こんなにねスーッとスピードが乗って楽に走れる感じじゃないです。閉まったらなかなか上がらないぞっていうね、踏切も多いかもしれないし、これコンビニないな、混じり合いますよ、ここで混じり合いますよ。ましたよ皆さん、これね、だいたいね、せっかくこんな自転車走ってもこういうのもんでね、もう帳消しですよ、こういうもんでね。もう若い頃はドクターペッパーなんて全然美味しくなかったんですけど、最近ドクターペッパー美味しいんです。ということで、すいません、ひどい顔だと思いますけど、とりあえずね、打ち合わせ場所にもうすぐ着きます。で、ちょっと打ち合わせパパッと済ましてね、またこれ多分帰りはカンナナ抜けてみたいな帰りになると思うんですけど、ちょっと、また帰りも、まあ、別にね、何が起こるってわけじゃないと思うんですけど、やります。すいません、ありがとうございます。安全運転第一ですよ。はい。さよなら。はい、ただいまですね、打ち合わせが終わりまして、ここから帰りますと今松原です。
側に渡れないので、ちょっとしばらく徐行で進みます。帰る時間なんで、ちょっとね気をつけないといけません。はい、今、世田谷通りに出ました。玉川通り、世田谷通りが交差しています。はい、でこっちが、三軒茶屋駅、こっちに行くと渋谷です。これね、右に行くともう駒沢通りで、左に行くと、246の方出ます。
とりあえずね、祐天寺から新宿、新宿行って明大前方面もぐるりと回って打ち合わせ2軒のご飯1軒、回って帰ってきました。対してねちょっといろいろレポートできなかったんですけど、まあね、車はですね、入れない一方通行、の道でも自転車は通れるってことが多いんで、そういう道をうまく使うと、信号とかね、いろいろ守っても、ちゃんと交通ルールを守っても、自転車に乗って移動する意味はまだあるかなって感じです、ね、ちょっとねまだ今のところ走ってるだけでね、走ってる途中になんか面白いものあったりとかしても止まってレポートできてないんで、ちょっとその辺もね次回からちょっと余裕が出てきたらやっていこうと思います。はい、とりあえずそんな感じでお付き合いありがとうございました。こちらスワンプ TV ではですね、私江森春彦の芝居の動画や、私が大好きなスポーツのね試合の動画などをですね、どんどん、アップしていきます。皆さんね、ぜひとも登録チャンネルお願いします。メガネをクリック。お願いします。